抜きです。どっちがバイラっぽいと思いますか？女子会っぽいのはこっちで、お好みに合わせてスリットを調整できるので、うん、ラインがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。お値段税抜きでいくらになってますかね？9万…え、すごい。皆さんこんにちは。本日のバイラチャンネルは前回に引き続きフレアリーのプレスルームにお邪魔して、秋の新作をたくさん見ながらいろいろコーディネートを考えていきたいと思います。楽しみです。楽しみです。第3弾のこちらの動画は、はいはい、10万円で3コーデ。10万円で、はい、すごい。コーディネートを考えていきたいと思います。はい、通勤ルック。通勤ですね。デートルック、うんうん、で女子会に行く時のルック。すごい、いろいろ新別ですね。はい、シチュエーション別で考えていきたいと思います。わかりました。そして今着用、私たちが着用しているコーディネートは、うん、はい、第2弾の。そうなんですよ。マッシュチャンネルでコーディネート10万円で着出せていただいてやったんですけど、うん、まあいろいろね、いろいろハプニングもありつつ、はい、でも楽しく撮影させていただいたので、よかったら概要欄チェックしてみてください、はい、ぜひそちらでクレジットの方も見てみてください、はい、では早速行きましょうか。はい、はい、うんうん、かわいいですよね。かわいい。17,200円。え、ご表示税込み価格で抜きです。税抜き価格、はい、ちいさんどっちがバイラっぽいと思いますか？これ何合わせますか？これとこれで行くんですよ。着回しで、はい、上は何か着ますか？いや、もう着れないですね。もう我々には布が足りない。わかります。我々には布が足りない。女子会っぽいのはこっち。そうなんですよ。なんでもうこれは金曜とかにして、なんかそのまんま後輩と飲みに行ってもいいよみたいなオフィス服として提案しつつ、こっちを休日にする。このスリットが可愛いから、そう、スリットから出る足って大事と思って。やっぱジレってすごい今人気じゃないですか。定番になりつつありますよね。ありますよね。もう定番に。え、いいじゃん。華やかなブラウス。華やかですよね、はい、やっぱりセットアップが気分だなと思いつつ、これ見てみたらここのスリットが素敵だなと思って、なんか自分のお好みに合わせてスリットを調整できるので、うんうん、なんか平田さんみたいに今回ロングブーツ合わせていただいた時は、うんうん、ちょっともう少し肌見せしてあげた方がなんかあの女性らしくも見えますし、逆になんかパンプスとかの時はあんまりスリットが入りすぎててもなんか難しいと思うので、逆にちょっと下まで下げてあげても素敵になるので、こちらのスカート、アイラインのスカートなんですけど、すんごいシルエット綺麗じゃないですか。いや、ほんと綺麗です。なんか生地感も厚め でウエストの部分にもデザインが太く設計されてるので、あのウエストキュッと見せてくれつつ、腰回りも拾いすぎずストンと落ちるのがすっごい綺麗で、あと後ろゴムなのも楽ちん、嬉しいポイントです。なんかきちんと見えつつ、でもなんかどこかその楽さがあるところが結構ポイントなので、うん、アイラインスカートってちょっとお腹窮屈になったり、うん、やっぱ動きづらかったりっていうのがすごいちょっとお悩みポイントだと思うんですけど、うん、はい、うん、これはスリットで足さばきがよくって、うん、なおかつ後ろのゴムで動きやすい、ね、しかもこの色味も可愛くないですか、うん、なんか結構真っ白な印象だとなんか結構コーディネートしていくと難しいと思うんですけど、このなんかちょっとアイボリーのテイストの色味がなんかいろんなものと合わせた時に馴染みがいいので、うん、なんかこの白のブラウスとかと合わせてもなんかまろやかにしてくれるので、そこもすごいポイントです。やっぱり好印象になりますよね。なりますよね。こう白、パキッとした白だと、うん、こう圧がそうですよね、わかります。合っちゃうというか、すごいわかります。ちょっと難しくなったりするんですけど、うん、やっぱこのぐらい柔らかさがあった方が、うんうん、お仕事にも着ていきやすいですし、うん、やっぱこうプレゼンの時とかもあまりにも圧がありすぎるよりも、うん、こう柔らかい印象のコーディネートでいった方がいいのかなっていう、うん、そうですよね。2着目です。華やか華やか。ちょっと平日、うん、お仕事終わりに
女子会に行く時のコーディネートで行きたいなと思います。すごい素敵です。この色出しがこう、うんうん、割と私は黄身の強い肌の色してるんですけど、うんうん、にも大丈夫ですし、うん、でもなんか多分ブルベさんもこの強さの色だったらいけそうですよね。確かにいろんな方に合う色を出してくださった、うん、いやありがとうございます。強いです。すごい可愛い。素敵です。なんかこうジレとかでこう羽織って、うん、お仕事中はきちんと感出しつつ、うん、もうほんとちょっと退勤後はパッと脱いでジュエリーとかこの辺に出したりとかしていい、お出かけするのもいいかなって。全然すごい変わりますね、その合わせだけで、うん、このワンピースすごいラインがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。この中のシルエットがすごく、そうなんですよ、ここのそうなんです、立体的な、フレアなデザインになっていて、ホールガーメントのデザインになってるんですけれども、なんかもっちりとしたガーター編みのデザインで仕立ててるので、体のラインを拾いにくくしてるんですね、うん、1枚でさらっと綺麗に体のライン見せてくれるっていうのが特徴です。割とピタッとしてるように見えて拾いづらいのがありがたいですね、うん、ですし、やっぱりちょっとスカートが立体感があるところがいいですよね、うん、華やかな印象により際立ってくれます、うんうんうん、まだまだ着ていきたいノースリーブのワンピースだなと思います、うん、はい、3コーデ目です。新鮮です。かわいい、すごいかわいい、ラメかわいいんですよ。ちょっとこのコーデのテーマはもう休日のデートで思いっきりおしゃれを楽しむ日っていう感じで、いいじゃないですか。このトレンドの、うん、感が可愛いですよね。しかもなんかちょっとギラギラしないですよね。そうなんですよ、こう小さなラメがまぶしてあるので、光沢感が出るように仕立ててるので、うん、しかもこのふわふわのニットからふんわり出るラメがやっぱりお肌とか綺麗に見せてくれますし、肌感もねすごくツヤっぽさも出してくれるので、すっごいなんか愛らしいですよね、うん、可愛らしさが出てデートにはぴったりだな。いいですよね。目指す肩合わせが本当にちょっとやっぱりトレンド感のある、でこっちがちょっとふわふわの素材で、うん、可愛らしい愛らしい感じがあるので、はい、ちょっとカーキの辛めのレザーを合わせてみたんですけど、可愛いです。でもこの異素材ミックスの私コーディネートすごい好きで、なんかレザーとニットの合わせて、うん、あと小物とかやっぱ色味が効いてたりするので、うん、本当になんかおしゃれを楽しんでる休日コーデですよね、うん、いや本当やっぱり彼とのデートだったら、まあ、自分のことも分かってくれてるし、そうですよね、思いっきりおしゃれを楽しんでもいい日なのかなっていうところで、こう綺麗色の小物のちっちゃめのバッグちょんって持ってみたり、可愛いですよね。あとやっぱり今年はちょっと華やかな靴っていうのがすごいたくさん出ていて、もうこのシルバーなんてまさにすごい綺麗ですよね。奥行きを出してくれるなと思って、やっぱシルバーつながりですね。あ、本当ですね。シルバーのラメ糸なんですアクセサリーもそうですか。アクセサリーもシルバーで揃えていて、ね、ここで意外にこういろんな色とか素材を使ってるからこそ、うん、こう全身にリンクをさせていた方が統一感があるのかしらと思って。でこのフェイクレザーすごい軽いです。え、軽いですよね。ですしやっぱりここの腰回りを拾いづらくデザインしてるので、でもすごい綺麗に見せてくれて、このラウンド状のデザインがまた、うん、足をすごい長く綺麗に見せてくれるのがポイントで、うんうん、なんかこう私そんなに身長高い方じゃないんですけど、うん、スタイルよく見せてくれてると思って、ね、もういや素敵ですよ、ね、ありがたいっていうですよね。すごい本当綺麗ですよね、着るだけで。あとレザーのちょっと動きにくさというか硬さっていうのが全くなくって、うん、本当にこう歩きやすいというか動きやすいです。ですよね。なんか秋口ってやっぱこういうレザーのアイテムって調整してほしいんですけど、やっぱみんな結構重かったりとかそういう お悩みがあると思うんですけど、フレイのは結構軽さもあって挑戦しやすいので、うんうん、ぜひねなんかトライしてみてほしいなって思います。うん、それでは、はい、この3体で、うん、お値段税抜きでいくらになってますかね。すごい99,100円で10万円以内に。すごいです。結構爆買いしたなっていう感じなんですけど、なのに着回しとかもできて、うんうん、使いやすいアイテムがたくさん揃ってて、でしかも平日も休日も
フレイさんで揃っちゃいます。1週間コーディネートができますよね、うん、いろんな種別で。どれも本当可愛かったです、うんうん、みんないろいろ真似しやすそうなコーディネートもたくさんあったので、うん、ね、挑戦してもいってほしいですよね。ありがとうございます。ぜひ本当にちょっといいなと思ったアイテムがあったら、うん、店頭で試着してみたり、ぜひ、ぜひ足を運んでみてください。皆さん、ここまで視聴いただきありがとうございます。いいと思った方はぜひグッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。ではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。